ははいこんにちはレクセン人講師の矢島です、えー、本日はですね矢島の促進インプット講座のですね、まあ、2020年合格目標ということでね、まあ、一番最新のものをですねちょっとサンプル講義ということで、まあ、民法の一部をねこれからあのやっていこうと思ってますねで、まあ、テキストの方はですね、まあ、ウェブであのこちらサンプル講義用のものをダウンロードできるようにしてもらってますけれども、まあ、こちらのまだサンプルで、まあ、実際にそのこの講義をねあのこう始めるのはねまだもうちょっと2ヶ月ぐらい先なんですよね2ヶ月ちょっとぐらい先なんですけどもお、まあ、そこまでに、ね、あのもうちょっと テキストをさらにこう読みやすく工夫するなどしてですねあのまあ最終的にあの皆さんの方にあのお届けするまでにはですねもっとよくしていこうと思ってますけどまあ本日のところはねちょっとこのサンプルのテキストの方でまあやっていこうと思ってますねえでまあ基本的にあの私の講座の方ねあの新しいパンフレットまあ5月ちょうど司法試験とね予備試験の担当試験5月にねありますけどえまあその5月に配布されるパンフレットの方に載ってるねあの新しいその2020年合格目標のものに関してはもう全部あの2020年のね 試験に出題される改正法とかね新判例の方う、ね、対応したような形でやってますので、まあ、安心して、ね、受講をしていただければと思いますね。でまずこの今回の、ね、サンプルの講義のほうのちょっとテキストを、ね、見ていただきたいんですけれども、まあ、1ページのところをちょっと、ね、ご覧ください。 まあこの講座のねえちょっとこう概要とあとこのねテキストの見方を簡単に説明いたします。まあ基本的にあのこの講座ねまあ試験に必要なまあこうね合格に必要なまあ重要基本実施とか判例とか論証なんかをまあ短い時間で抑えこう抑えていこうとするそういう講座ですね。でそうなってくるとねまあ試験って科目が多い上にまあ一科目一科目のねあのこう分量っていうのも結構多いんでねまあ受験生結構独学でやると大変なんだと思うんですよね。まあそんな中でまあ私の方でねその試験に出題されそうな大事な事項を に関してまあ、優先順位つけてね、えー、それでま記号をまつけてまして、でまああのこう復習の時にね、まあ、皆さんの方の箇所分時間に応じて、えー、まうまくね効率よくあのこう試験対策ができるようにあのしております。で例えばなんですけど、えー、この1ページの えところのですねこの一個目のまあブロックの次のところまあ二つ目のブロックねえまあ記号のちょっと見方なんですけどえ例えばこの黒丸とかこの黒黒色のね黒塗りでね塗りつぶしている丸それからこのひし形三角まあこういうところはそのね規範ですねいわゆるその答案に規範として書くようなところだからまあ復習の時にねあのまあ理解してまあ記憶をまあしておいてほしいところなんですねえでその下の三つ目のブロックのところで今度白塗りのねえ白抜きのえ丸ひし形三角のところなんです。 けどここはまあ答案にこう必ずしも書くわけではないんだけどそこをあのこう復習の時にね、まあ、理解を えするようにねあの理解する程度にあの復習をしておいてもらえるとその上のね黒丸とかひし形黒のね四形とか黒の三角とかそういうところをもし論文で書くようなことがあったらその論述の深さをねねまあこう、ねえー、出せるような、まあ、そういうような関連知識とかね、えー、になってますね。で最終的には1個目の一番上のブロックのところなんですけどもまあやっぱり試験科目ってたくさんある上にその一科目一科目の内容も多いのでねこの一、まあ、つの科目を取ってみても全部を完璧にねあのこうやってからじゃないと次にいかないん だっていうような形で、あの完璧主義に陥ってしまいますと。とまあ、うまくこうね。受験対策を。 進めることができません。まあ、そこで、あのまあ私の方のお勧めではまあ、この講義をね。あのこう丸ついてるところ、基本的に中心にやってまあ、必要にして。まあ、あのその丸以外の記号のところも触れるんですけど。まあ、皆さん復習の時はね。まずは丸のところまあ、黒塗りのね。丸のところとまあ、白抜きの丸のところ、そこだけは完璧にするんだって。ことで、まず勉強の範囲を絞ってもらってですね。で、そこを徹底的にあの復習をねしていってもらえればと思うんですよね。で、あとはね。応用力次第で、そこの負理解が深くね。こうできていて。あとはまあ論文のまあこうね。えー 書いてみたりとか実際、論文の過去問をね題材に演習して法的思考能力を鍛えたりとか、あと担当試験の過去問をね実際解いてみて、えー、それでまあその関連知識をもうちょっとこう身につけてみたりとかするようなことでも十分あの合格することは可能ですからね、まあ、とにかく完璧主義にはまあ陥らない方がまがいいのかなっていうところね、そこはちょっとこうねあの気をつけて,い,てい,いただければと思いますね。まあそういうい感じでちょっと当座のの全体の 話は、終わりにしましまて、えー、じゃあ早速ちょっとね今回、この中身の方を入っていきましょう、まあ、サンプルテキストなんでねちょっと後でまた内容変わる可能性はありますけれどもね、えー、とりあえずこちら28ページ、今日は、ね、あのこの、ね、一生児の歌詞のところね心理療法とかあの虚偽表示のところをちょっとやっていこうと思ってますねであの新法の方ねもう改正対応をしておりますのでねそちらの方でちょっと学習をしていきましょう。 で、まずね、この二十八ページの縦一、心理流法括弧一の意義のところを見てください。まず、まあ、定義の、確認をしていきましょう。えー、憑依者が真意でないことを知っていた、一生じ。 えこういういのをね心理留保うう、まあ、とね心理流法っていうのはその内心の公開意と異なることをね知りながらまあ,あえてねそういう意思表示をしてしまうというようなことですね、まあ、こういうのはあの心理留保というふうに言います、えー、この例えばってとこですけど A が時計を売る意思がないのにねその意思があるかのように予想いですね B に対して時計を売るとの意思表示をした場合これがあね心理留保に当たりますね、まあ、内心の公開意としては時計を売る気がないんですよねでもまあ売りますっていうふうにまあ表示してしまうとね内心的公開意と異なるまあ意思を表示してしまいますとねえその心理留保ということに なってきますで心理療法がされるとどうなるかというとこの2つ目のブロックのところですけれども心理療法による一生児がされた場合この一生児を信頼した相手方との、ね、利益考慮上真意ではないことを、ね、認識している表依者を保護する必要はないということになってきますそこで心理療法による一生児は原則有効だということですねでその一生児の内容通りの、ね、法律効果の発生が認められることになってきますこれが93条1項の本文ですねでただしですが相手方が表依者の意思 この、ね、一生児が真意でないことを知りまたは知ることが、ね、できたときこういうのも悪意あるいは有価質というふうに言いますけどね、まあ、知ってる場合がこのね真意でないことを知ってるときがまあ悪意でそういう悪意じゃなくてもね知ることができただろう不注,意、ね、不注意で知,る知らなかったんじゃないか知ることができただろうというような評価がされると、まあ、過失があるんだということでね有価質ということでそういう悪意または有過質がある相手方を保護する必要がないということでその心理療法による一生児はまあ無効にされるんだということになってきますね。 ちなみに、このちょ,ちょっとね、中のところなんですけど、まあ、悪意の対象なんですが、えー、その改正前のね、民法のね、93条正し書き、まあ、改正前はあの今みたいに1項と2項というふうに分かれてなくてね、えー、93条しかなかったんですけど、えー、その改正前の正し書きは、まあ、今でいうところの93条の1項の正し書きに相当するんですが、えー、その文言上、えー、相手方の悪意誘拐数の対象を、表依者の真意としていました。ですがねよ、まあ、よくよく考えてみたら 相手方がその表依者の真意を具体的に知らなくてもそのね表示者の一生児が真意ではないんだってことさえ分かってればそんな相手方は保護に値しないですよね、まあ、そういうところからあの従前からね文言にも文言が表依者の真意っていう風になってるにもかかわらず、まあ、結局その真意でないことを知っていれば保護に値しないんだっていうことでね悪意の対象をちょっと条文と違うような形で 変えてたんですよね、えー、従なのんで実際論文試験の時はあまり今苦労しなくてねあの、まあ、別にこういう解釈論展開しないでもその悪意の対象がもう死でないことを知りまたはしあのこの知ることができたっていうふにあのはっきり書いてくれてるんで、えーまあ、そのまま条文引いてね当てはめをまあしてもらえればいいのかなっていうふうに思いますね。 でこの下の下要件のところをちょっと確認していきましょう、丸1、えー、憑依者が、ね、内心的公開しと異なるまあ一生児をするということですね、えー、そして丸2、2、えー、憑依者が一生児の当時、内心的公開しと異なる、ね、ことをまあ知っていたあということになってきますね。えー、で一応、ちょっとこの中のところなんですけれども、あの婚姻とか養子縁組みたいなね、ねそういう、えー、当事者の真意を、ね、必要とする、まあ、身分上の法律行為に関しては、まあ、そもそも判例はの93条は適用しないんだというふうにあの考えてまして、えーまあ、このね、真意に基づかない身分上の行為はまあ常に無効だと。別にに条の問題にしない もうこういうもともと真意が要求される法律行為というのは真意があるということがもうその要件なんですよね、その法律行為の要件になりますので、まあ、それがないんだということであの無効になっちゃうということになってきますねで今度、効果の方ですけどね、まあ新留防の一生児はまあ原則有効だと。 ねその気もないのに、えー、そういったことをこう一勝児した場合はねやっぱその本人に責任を問わ問わせ、えー、ねおよおわせましょうということでまずねその一勝児通りのこのね効果を認めるために原則有効になりますねまあただし相手方がねその憑依者のその一勝児が罪じゃないことを知ってたりあるいは知らなかったのに過失があるような時はねその相手方保護に値しないんだってことでまあそれで例外的にねその憑依者の一勝児はまあ無効になるんだという形であの考えられてますねまあこの辺のところ全部まあ明文になってますけどねこういうところが新留法の基本的な話になってきます。 さて、で、二十九ページの方ですね。今度、あの、心理療法のですね。この無効と善意の第三者の保護というところを見ていきましょう。こちらですね。二十九ページになります。 で中身の方ですけれども、矢印、心理療法にいる一生児が、ね、相手方の悪意または有価質により無効となる場合でも、その一生児の向こうは、ね、善意の第三者に対抗をすることができません、93条2項ですね、まあ、従前、あのここのところね、あの明文の規定なかったんですけれども、まあ、こちらの方ね、新民法の方明文化されてますね。でこの 2つ目のブロックのところですけども、まあ、93条2項の善意とはね、まあ、先ほど言った通りの話とちょっと近いですけど、こちら、善意の第三者の立場から見たときに、まあ、心理留保の事実を知らないことを言います、ね、ここでいう善意ね、この心理留保の事実を知らないこと、でこの93条2項の第三者っていうのは、心理留保の一生児がされた、まあ、当事者および包括証券人以外のものであって、えまあ心理留保による一生児により、形成された法律関係を基礎として、新たに法律上の利害関係に入ったものを言います。でこれだとねあの初めて聞いた人分かりづらいと んでこの下のブロックの例えばというところねで、さらに言うとその下のこの図を先に見ちゃうといいと思うんですけど、まあ、例えば、B、A がね、えー、この B に対してまあ心理留保の意思表示をまあしたとしましょう、でその時にね、まあこれ原則先ほど言った通りり有効なんですけど、B があの悪意または有価質の時って A の,あの意思表示、ね、A の心理留保による意思表示で無効になっちゃうんですよね。なんでこれが例えば 売買とかでね不動産の売買とかあーなんかで、えー、この A の一生時が無効になっちゃうと B って無権利者になっちゃいますね。で基本的にはその無権利者 B から例えばその C がね、えー、それを B が無権利だっていうふうにあの知らなくていいものを買っちゃった。 時はまあもちろんあのそういう時にちょっと下のおまけのところであの書いておきましたけど、まあ、目的物が動産の時はまはあ、ちょっと要件厳しいですけどね即時取得の要件を満たせば、まあ、C は即時取得で保護されたりとか、まあ、不動産の時はあは即時取得の方、えー、は適用されないのでね、えー、じゃあどうしようかってことなんですけど、まあ、93条2項ね今回まあ明文化あ第三者の保護規定が明文化されてますけど、まあ、93条たし書きの要件を満たせばですね、えー、この C さんね 無権利者からのま譲り受け人で本来だったら保護されないんですけど。まあ93条2項によってその保護がされるようになってます。で、その中身をね。ちょっと見ていきます。例えばっていうところですけども、例えば。 えー、A が B に対して心理誘法によりコート地を売るとの一生児をしたところこの下の図を、ねえー、見ながらちょっとこう、えー、文字を折、ね、っていってもらえればと思うんですけども、えー、A が B に対して心理誘法によりコ、えート地を売るとの一生児をしたところ B が悪意または有価質であったため、ねえー、A の一生児が93条1項正し書きを根拠に、ね、無効になる場合でおいてです、ねえー、その後 A の一生児が心理誘法によりされたことを知らないで B からコート地を買い受けた C、まあ、善意ですよね心理誘法の事実を知らない <laughs> C さんこれ善意の、えー、第三者 ということになりますけど、A の心理留保につきまあ善意でありね、えー、また A の心理留保による一生児により形成された法律関係で、まあ、ちょっと恰好書きの中でも具体的に書いておきましたけどね、まあ、A、B 売買によりコート値が B 所有となったというまあ法律関係ですね A から B の方には売買によって所有権が移転しているんですけど、えー、そういった法律関係を基礎に、まあ、新たに法律上の利害関係に入ったものと言えるため、えー、まあこの C さんね、93条2項の第三者の定義、まあ、この 上ののブロックね2つ目の、えー、このページの2つ目のブロックのところで、えー、善意と第三者の定義をね書いておきましたけど、まあ、これに当てはまることになるんですね。 というわけで、従って線引いてあるところです。a や b にした一生児の無効を c に対抗できないという効果が出てきますね。で、まあ、具体的にはその結果どうなるかというと例えばですけど、まあ、a は c に対してね。目的物の所有権を有することを根拠にまあ、目的物の返還請求とか、あと登記を例えば c のところまで移転して,ていたとしてもねその所有権の移転登記をこうね。戻すことはできないということになってきますね。 というわけでこういうところでね、心理留法に関しては、この第三者保護規定がまあ現行の民法、新民法の方では、こちらの方を明文化されているということになってきますね。で、最後、のおまけ、で、さっき、即時取得の話をちょっとちらっとしたんですけど、この最後のおまけのところです、目的物が動産の場合は、C は無権利者 B からね、動産を譲り受けたものとして、要は、即時取得の意見、ちょっと厳しいんですけど、この C さんが全員無価値あとはまあ、あの、 これ物件の方うでまあ勉強することなんですけどね、ね、まあ、即時取得のまあ要件を満たせば、えー、この192条の即時取得で、ですね、えー、C さんは保護されることになってきますね、ただ、今見たとおり、93条2項の方が、保護要件はあのもっとこう軽くて済むんですよね。 昔まで要求されなくて単に善意であればこの C さん保護されるんで、まあ、目的物が動作の時はわざわざあの即時取得なんかをね C さん持ち出さなくても、まあ、こういう事例だったら93条2項を根拠にですね、まあ、自分が保護されるんだってことをまあ言っていけばいいんじゃないかっていう話ですね、まあ、即時取得をわざわざ、ね、厳しい要件出して主張する実績があんまりないんだという話になってきます。 というわけで大体この辺のところが心理療法に関する大事な話なんですね。今度次、通報虚偽表示の方をねあのちょっと見ていきましょう。こちらはの民法の改正にはあの関係ないんですけども、私のテキスト毎年あのこう全面的にね文章を分かりやすくあのこう改定してるんですけど、どあこの虚偽表示のところもね全般的にえ昨年のテキストをほぼ全面改定ということでねより分かりやすくあのこう調整してあります。ちょっとまあ見ていきましょう。縦に通報虚偽表示というところですけれども。 のの意でですすね矢印とこ相手方と通じて虚偽の一表示をすること、ねこういうのは通謀虚偽表示、またに虚偽表示ということもありますけどね、通謀虚偽表示、あるいは虚偽表示という風に言ってきます。それ言い換えると、通謀虚偽表示とはね、相手方、そのね、表示者が相手方と通じて、まずこの通謀っていう要素が入ってくるんですね、内心的公開しと異なる意思を表示すること、これが虚偽の一表示ね、また通謀と虚偽の一表示これを合わせて通謀虚偽表示、これをまとめて単に虚偽表示というときもありますね。 ここういういのが通貌競技表示と,いうことになってきますでその2つ目のブロックのところですけども、一生児がね、通報協議表示であるときは、まあ、当事者間ではそのような一生児をまあ保護する必要がないのでね、その一生児はま無効ということになってきますね、94条1項で無効になります、ただし、善、ま、意、あの第三者の取引の安全を、ね、害することはできないので、その一生児の無効は善意の第三者には対抗できないと、まあ、これ、94条2項ですね。 でこの下ですけど、一番まあ分かりやすい例をね、ちょっと比較的分かりやすい例をね、ちょっと挙げておきましたけど、例えば、A が自己所有の土地につきね、自己の債権者からのまあ強制執行を免れるために、ですね B 等を通報して、真実はねその土地の所有権を移転させる意思がないのに、その土地を B に売るとの虚偽の一生児をして、ですね、まあ、売買を原因として、所有権、転倒期をね A から B にまあ経由した場合、まあ、A の一生児でまあ通報して虚偽のまあ一生児をしてますので、まあ、通報虚偽不時になりますからね、94条1項で、 あの無効とということになりますね、えー、でそうするとまあ B って無権利者になっちゃうから基本的にはそこからあのこう、ね、譲り受けた第三者もやっぱり無から有は生じないのでやっぱ無権利者になっちゃうんですが、えー、ただね、えー、この正しいとこですが。 A はその一生児が虚偽であることを知らずにですね、えー、その土地を譲り受けた善意の第三者 C に対してはその一生児の無効は対抗できないということになりますね。だからある意味まあ C との関係では、まあ、C さんはね、えー、まあ94条2項の第三者で保護されるということになると本来だったら、ね、無権利者からの譲り受け人としてまあ保護されなくてね A, A から例えば所有権に基づいて返還請求とかされちゃうんですけどでも A はねその AB 間のこの一生児が無効だということを C との関係では言えないので、まあ、結局 A は所有権に基づいて C に対しては、えー、そのね返還請求 支給とかができなくなるというような感じになってきますね まあ、これが94条2項という話になってきます。で、ちょっとこうまとめておきますとね、この下のところですけども、まあ、要件ですね。〇、えー、1、表、え、示、ー、者が相手方と意思を通じていること、まあ、簡単に通報っていうふうに押さえておけばいいですね。えー、それから丸二のところですけども、表依者がね、まあ、内心的行為公開してと異なるまあ意思をね、えー、すること、まあ、これがね、虚偽の一表示ということになります。というわけで、まあ、通報して虚偽の一表示をすると、まあ、94条1項でね、えー、その一表示が無効になるんだということで、えー、この下の効果ね、えー、まず原則、表依者の一表示は無効になりますね。ただ、この例外として、その 善意の第三者に対してはその無効をね対抗できないということになりますまあ、言い換えるとこのね善意の第三者との関係ではその一生児競技の一生児が有効になるんだということになってきますねさてでもうちょっとここね大事な項目ですのでねこの通貌協議表示で全般的に大事なところになりますのでもう少し掘り下げてね深い理解をしていきましょう今度31ページのところになりますね2のところになります94条2項のねこの善意の第三者の意義というところになります でえー、まず、ね、この善意の意味なんですけども最初の、ね、あの矢印のところです、えー、94条2項の善意とは、えー、第三者が虚偽の一生児を前提に利害関係に入った時点で、ね、基準時は、まあ、その利害関係に入った時点なんですけどその、ねえーまあ、主観的なその意思の内容としてはその一生児が虚偽表示であるということを知らなかったことですね、まあ、これがあの善意の中身になりますその、ねえー、一生児が虚偽だということを知らなかったことこれが、えーそのね、善意の中身になってきますね。 でまあ、一応そのね、えー、善意の判断基準じゃ第三者が利害関係に入った時点だということなんで、まあ後から何かこうね虚偽だってことを知っても、まあ、あの別にそこは影響しないということになってきますねそのね利害関係に入った時点でも善意であればその保護がされるってことが確定されます。 でその善意の主張立証責任は、まあ、その主張によって利益を受ける、ね、第三者が負うんだということになりますね、まあ、こういう主張立証責任の話は、私のこの矢島の即進プット講座では、民事訴訟法のほうで、ね、まあ、証明責任とかそういう話のところでやっていきますけどね、まあ、基本的にはこのね、利益を、まあ、その法律効果によって利益を、ね、受ける人がその要件の、ね、主張していくんだということで、えー、まあ善意の主張立証責任、ここで言うと、その、ね、利益を受ける第三者が負うということになってきます。 でここは、ね、もうちょっと、えー、深く、ね、理解をしておくといろいろ応用が効くんじゃないかと思うんですよね、えー、そこでこの次のところです、えー、94条2項は、まあ、権利外観法理の表れというふうにまあ言われていますで、その権利外観法理っというのは、えー、本人の奇跡性のもとで作出された、ね、虚偽の外観に対する信頼が正当と言えるときにです、ね、外観を信頼したものをです、ね、保護する、まあ、そういう法理なんですよね。 で、えー、3行目のところですけど、外貨に対する信頼が正当と言えるためには、通常はね善意かつ無価失で足りるんですよ、善意かつ無価失ね、こちらの方がまが要求されると、で典型的には、まあ今日はこのサンプル講義ではやりませんけど、110条の権限逸脱の表現代理ですねまあねその権限が、代理人に、そのね、実際にやらかしてしまった法律行為をやる権限があるということをこうね信じたことに正当な理由があるとき、でこれ、あの解釈論でね、その権限があるとこうね信じたことについて、善意無価失だというふうに言われてますけど、 えー、その110条の表現であり、これが典型的な権利外観法理だというふうにまあ言われてますねで、その第三者、その保護要件ね、ね、えー、権利外観法理の,その保護要件としては、えー、この善意無過失がまあ通常。 要求されてきます、まあ、ただこのあとね「しかし」っていうところですけども、えー、4行目の終わりから5行目にかけてですねしかし、えー、虚偽表示の場合はね「真の権利者は意図的にまあ外観を作出しておりね真の権利者の外観作出の規制性が特に多いと大きいということが考慮されまして、えー、真の権利者の利益とね第三者の取引の安全のま利益考慮 上ねえー、この 2, 2つの利益をこう考慮した結果、ですね、まあ、外観を信頼した第三者の保護要件として無価値まで要求するというのは、やっぱりちょっと不公平、妥当ではないなという、そういう価値判断が働くことになりますね、まあ、そこで94条2項の善意の第三者として保護されるためには、ね、まあ、原則、条文の文言通りも善意であれば足り、まあ、無価値までは不要だと、ね、えー、第三者の保護要件としてはまあ善意であれば足り、その無価値まではまあ不要だというふうに言われています。 でえー、補足するとっていうところですけど、まあ、110条の、ね、権限逸脱の表権代理もまあ権利外観法理の表れの一つでなんですけども、まあ、110条の場面では、ねまあ、本人の奇跡性の内容をまあちょっとまあ見ていくとね、まあ、要は単に権権限をを逸脱すするよようななものに基本代理権を与えたに過ぎないんですよねでそういったこととまあ比較すると、ねまあ、意図的に虚偽の外観をこう積極的に作り出しちゃってるこの虚偽表示の場面における、ね、本人の奇跡性,奇跡性ええなんかをまあ見ていくとね110条の本人の奇跡性よりも随分大きい いになっていくんですよ、ね、まあそういうところなんかがその第三者の保護要件の方うに、まあ、利益考慮のまあ問題なんでね本人保護の話とこの相手方の第三者の保護の話どこで調整するのかっていう話なんですけど、まあ、その調整の結果ね、まあ、虚偽表示の場面では第三者の保護要件は無価質まで要求しないということになってますねで110条の方はもうは原則通り全員無価質までまあ要求していくんだと権利外観法理の原則通りね善意無価質までまあ要求していくんだとそういう発想に立ってます。 で最後のブロック参考というところですけれども、えー、権利外観法理における善意かつ無過失はね通常は外観に対する信頼が正当なものとして、まあ、外観通りの権利または権限があると信じ、まあ、これが善意の中身になりますでかつそう信じたことに過失がないことこれが無過失の内容になるんですけどそういうことをまあ意味していきますね110条の表現でありの場面ではねその善意無価質の内容ってほぼこの通りになるんですねただですねこのしかしというところですけれども虚偽、えー、表示の場合は外観作質に対する本人の奇跡性がまあ特に大きいためね、えー、第三者は単に虚偽表示がされ たことを知らなかったことでまあ、保護に値するというふうに考えられてまして、えー、そのため94条2項の善意と言えるためにはね、えー、第三者において、えー、憑依者の一生児がね虚偽表示であることを知らなかったことで足りですね、えー、憑依者の一生児がね真意によるものと信じることまでは要求されないというふうに考えられてますねというわけでだいたいこういうところを 踏まえてて結論としてはこのの個目のブロックに戻るんですけど最終的に覚えておいてほしいのは1個目のブロックねまあこういうようなことをちゃんと頭の中でこう1回考えた上で最終的にはこの一番上え94条2項の善意とはえ第三者が虚偽の一生児を前提に利害関係に入った時点でその一生児が虚偽であることを知らなかったことってことになるわけねまあ下のにこうねあるようなあのこう理解を経てですねえそれでこの1個目のブロックこ,のここが黒丸になるわけですけどねまあその善意の内容というのは虚偽,虚偽表示であることを知らなかったことまあっていうことであの押さえておいてもらえれば と思いますねさてで今度32ページいきましょう今度はあの第三者の意義ですね、えー、32ページの、ね、意のところですけれども、えー、第三者の意義というところになりますで、えー。1個目のまずブロック、矢印のところですけれども、えー、94条2項。 の第三者とはね、虚偽表示の当事者より放火証人以外のもので、えー、虚偽表示を前提に新たに法律上の利害関係に入ったもののことを言ってきます。ここはあの論文で書けるようにしておいてほしいんでね、ちょっと黒丸をつけておきますね。まあ、この94条にこの第三者ね、善意の話はもう前のページで終わってますのでね、ここはあの善意のところを抜かして、その第三者っていうところになりますけど、まあ、虚偽表示の当事者より放括職人以外のものでね、えー、虚偽表示を前提に新たに法律上の利害関係に入ったもののことを言ってきます。でこの次の2つ目のブロックのところですけども、 え94条2項の善意の第三者二有第三者とはまあ詳細に定義するとねえ虚偽表示の当事者及び放括証券以外のものであってで虚偽表示による外形を前提にして一新たな えー、2独立の3法律上の利害関係に入ったものを言うと、まあ、詳細に定義するとねこうやってあの分析を、えー、的にですね、えー、見ることが可能ですでこの詳細の定義ってねあのこの次のページのですね、えーまあ、特にこう、まあ、担当試験なんかでもねあの出ることがありますけど、えー、その94条にこの第三者に当たらない具体例を理解するときにねちょっとこの発想があるとねあの理解がしやすくなるんですよね <laughs> まあそんな感じ、まあ、実際論文試験のときは、ね、その理解してこういったことを理解していることを前提にこの上のね1個目のブロックのもうちょっと簡単な黒丸ついているのを規範に してね、えー、うまく当てはめを増していくんですけどね、まあ、インプットの学習をする段階ではちょっとこうやって分析的に一回考えておくと、まあ、理解が深まっていいかなっていうふうに思いますね。 でまずは94条2項の第三者に当たる具体例の方からちょっと見ていきましょう32ページのうのところですね、えー、まず、えー、このね括弧あのところですけれども、えー、不動産の仮想を譲り受け人から当該不動産を譲り受けたものねひ、えー、一言で言うとあのこういうふうになりますでもうちょっと具体的に言うと例えばってところですけど、まあ、A が B とね通報して公所有の土地を B に売るとの区議の一生事をしたところ、まあ、B からね、まあ、善意で公土地を譲り受けたしこの方はまあ94条2項の第三者として保護されます要はね、まあ、虚偽の一生事前提にまあ法律上の利害関係入ってるんですよね 新たに独立の法律上の利害関係入っているということになってきます。で、えー、かっこいいのとこですね、不動産の仮想譲り受け人から抵当権の設定を受けたものですけれども、例えばってとこですね、えー、A が B と通報して、高所有の土地を B によるとの虚偽の一生児をしたところですね、えー、B から善意で高、えー、土地につき抵当権の設定を受けた C はね、まあ、94条2項の第三者として、法をされることになってきますね。あとがかっこうのとこですけれども、仮想譲渡された債権の譲り受け人です。ここれも、まあ、例えばってとこですけど A が B と通謀して、えー、まあ A の W に対する債権ね、まあ、A が別の人に対してなんか債権を持ってて、えー、でその債権は B によるとね、えー、の虚偽の一生児をしたとだから債権譲渡をね、まあ、虚偽でやってしまったと、えー、虚偽の、ね、債権譲渡をしたところ、まあ、B から善意でその債権を譲り受けた C はね、まあ、これも9条2項の第3冊として保護されることになってきますねあとは括弧 A のところですけど、えー、仮想譲渡された土地を差し押さえた一般債権者、まあ、単に差し押さえ債権者というふうに言ってきますけどね 者もこの九十四条に項の第三者に当たるという,ふうにあの言われてます。でこの例えばとこですけど、A がね B と通謀して公所有の土地を B に売るとのね虚偽の偽証状を増したところ善意でね高土地を差し押さえたね B の債権者はまあ九十四条に項の第三者としてまあ保護されるということになってきますね。 でこの担当試験の番号はあのこの下のプレ,プレ -7 というのはな昔、プレ試験っていうのが、ね、あったんですけど司法試験が始まる前の、まあ、試験的なあまあものとして、ね、プレ試験というのを法務省の方であでやったんですけどそのプレ試験の7問目で、ね、出ているというそういうい意味ですね。ねさて というわけで以上がね94条2項の第三者に当たる、まあ、典型的な具体例になりますで。今度当たらない例としては,83あ今度は33ページの方ですね、えー、こちらがまあ当たらない方の例になりますけど、まず各ッのところですね、えー、仮想上とされた土地の譲り受けについて、えー、このね、えー、についてのこの差し押さえすらしてないね単なる一般債権者ですねで、これはよくよくね、ちょっとこう、まあ、自分でちょっと一回あの納得するようにしておいてもらいたいんですけど、単なる一般債権者っていうのは、 確かにその仮想譲渡されたその譲り受け人に債権は持ってるんだけど別にねその虚偽のこのね一生児、通貌虚偽表示を前提に新たにこう利害関係に入ったわけではないですよね。えー、ですのでそういう外観信頼の趣旨っていうのがねこういう人に当たらないんですよね。というわけでまあ新たな利害関係、こういった新たな利害関係とは言えないのでね94条2項の第三者には当たらないということになってきますね。 で、今度かっこいいのとこです。ええー、一番抵当権、まあ、抵当権って、あの、一つの、まあ、不動産にね、あの。まあ、一回、例えば、ある債権を担保するために、一番抵当権つけて、もう。別の債券担保するために、また二番抵当権とか、三番抵当権って形で、複数の。ええー、この高順位抵当権をつけていくことが、まあ、可能なんですよね。で、そういう時に、あの、まあ、ある抵当権が、まあ、消えると。その高順位の抵当権っていうか、順位が繰り上がってね、い、えー、くような感じになっていくんですけど。まあ、そういう意味で、この一番抵当権が仮想で放棄された時に。えー、順位が上昇したと、誤審した。番 定当権者、まあ、実際に一番定当権が消えてればねあの二番定当権者は一番定当権者になるんでまあそれもしね競売することあの債務不履行ということでね債権弁済されないで競売する時になったら、まあ、一番順位をねあのこう優先順位が高い形で弁済を受けられるんですけどもでもねこの 一番低当権が仮想で放棄されてその順位が上昇したと更新した二番低当権者は別になんか一番低当権の存在をねなんか信頼して利害関係に入ったわけではないんですよねまたこの放棄をこう前提に利害関係に入ったわけじゃないから要はこのねここもやっぱり新たなねこの利害関係人とは言えないということでねやはり第三者に当たんないと94条2項の第三者に当たんないというふうに返されてますねあとは括弧のとこですけども、まあ、債権のね仮想譲りけ人から 債権取り立てのためだけに債権を譲り受けたもの、ねえー、はです、ねえーまあ、譲り渡し人と譲り受け人、まあ、これ判例なんですけど、えー、譲り渡し人と譲り受け人の内部関係においては、えー、受任者として委任契約に基づき債権を行使するに過ぎず、ねまあ、受領した金銭その他の物を、ね、譲り渡し人に引き渡す義務を負うということで、えーまあ、94条二項で保護,保護すべき程度の,、ねえー、この独立のあるいは法律上の利害関係があるとは言えないんだということで、まあ、結局94条二項の第三者には当たらないんだと。 いうことになってきますねちなみにあのこれずいぶん古い判例で、ね、大正9年の判例なんですけど、まあ、こちらの方ねこういった事案であの法律上の利害関係がないんだっていう趣旨のことを言ってますね独立のっていう言葉は使ってないんですけどね、まあ、あ法律上の利害関係がないんだっていう形で94条2項の第三者の該当性をまあ否定してますね。というわけで仮想債権ね仮想譲渡された債権を取り立てのために譲り受けた人というのはね94条2項の第三者に当たらないというのがまあ判例の立場ということになってきますね。 そしてかっこいいのとこですねちょっとこれややこしい事案ではあるんですがえまずね土地この一番下の図でいうとまず A がね B にねね通ででで土地を仮想譲渡すするんですよ、ね、で B が今度、このね自分の費用でその A の土地、これ、仮想譲渡だから AB 間でもあの無効なんで相変わらず A のところに所有権がね土地の所有権があるんですけど、まあ、B さん、ののこの仮想譲渡を受けた後に、えー、その土地上に自分の費用で建物を建てちゃうんですよ。でその建物をその第三者 C に貸したんですけど C さんの方はえこの AB 間のね土地の譲渡が仮想だってことを知らなかった、まあ、善意の人なんですよね。 実体的な権利関係を追っていくと、結局あの、この土地っていうのは A さんのものですから、そこに、まあ、この B さんが勝手に、ね、建物を建ててしまっても、結局、A さんの土地を不法占拠してることになっちゃうんですよね、まあ、そんな中でまあ C に対して、ね、この建物から出てけっていう話で、ね、A さんの方を所有権に基づいてまあ請求をしたと。まあ、そういういうな えー、事案になってますね、えー、でこれがね、判例はこういう事案ではねこの C さんを94条に第三者として保護してないんで、まあ、A のねこの請求を認めちゃうんですけどそれをちょっとね理由を追っていきましょう。えー、じゃあ、一番上のところ、ッコ A のところ、1行目からいきますが土地の笠泉家んがその土地上に建物を建築し土地の笠泉家んからね、えー、その建物を賃釈。 したものは土地の仮想譲渡につき、まあ、説明の仕方なんですけどね、まあ、先ほどの,あの3つの要素、新たな独立の法律上の利害関係というあの3つの要素を使うんだったら、まあ、法律上の利害関係がないという風に言うと、実はあの説明がしやすいんですね、理由は後とで言いますけどね、まあ、法律上の利害関係がなく、えー、事実上の利害関係があるにすぎず、まあ、94条にこの第三者に当たらないと、で判例は、ねまあ、これと同じようなあ事案でね、えー、この市に対する明け渡し請求の方うを、まあ、認めているということになってきますね。 さてでそんな感じでですね えこの補足するとというところなんですけど、建物の新借人 C はね、建物については建物の賃貸借契約に基づきね、占有権限を取得しているため、法律の利害関係があるというふうにはまあ言えるんですけど、土地については別にあの何ら利害関係がないと、単に建物を借りてるだけなんでね、土地については直接的にあの法律上の利害関係に入ってないということでね、土地の仮想状等については、事実上の利害関係がありすぎず、法律上の利害関係がないんだというふうにあの説明することも可能ですね。非常ににこれ理理解が実は理論的 判例なんですけどね、まあ、一応こういういにの結論と同じような、ねえー、ふうに考えることが可能だということになってきますね。というわけで C さんね、ね、まあ、土地の仮想譲渡については直接利害関係、法律上の利害関係がないんだと、建物については利害関係があるけどね土地の仮想譲渡、土地の所有権を C さん取得したわけじゃないからね、まあ、土地に関しては直接のこの法律上の利害関係がないんだということで、まあ、94条2項の第三者制が否定されたというふうにあの、ね、覚え押さえておいてもらえればと思いますね。 さてで今度次、ですね、えー、34ページの方で、「お」のところをいきましょう。でえー、34ページのところですけれども、えー、矢印のところです。 第親の権利者と第三者は全種公主の、ね、関係にあり対抗関係にないので第三者が、ね、親の権利者に権利主張をするには、まあ、対抗要件の具備はま不要というふうにあの解されていますね。判例の結論は同じということになってますね。でちなみにこの2つ目のブロックのところですけどまた、ね、虚偽の外観に対する第三者の信頼を犠牲にしてまで通報虚偽表示をしたものを、ね、優先して保護する理由はないんだということで第三者として保護されるためには、まあ、権利保護要件としてのまあ登記も、ね、不要と。 いうふうふに考えられてますねというわけで、まあ、特に対抗要件不要というのが、ね、本当の基本的な知識でねあとまあ権利保護要件も不要だということをちょっと一つランク下げてね、まあ、4型ぐらいで、えー、押さえておいてもらえればというふうに思いますねでこの参考というところなんですけどあの、まあ、事案によっては、ですねこの親路権利者を起点として、まあ、二重譲と類似の関係になってね、まあ、対抗関係になるときもあるんですよね。でちょっとその例をね、えー、ちょっと押さえておいてほしいんですが、えー、この下の図で言うとねまず、こうが親路権利者です。 皇津間で通房協議表示して、ね、土地を売ったことにしちゃうんですよね、ね甲が乙に売ったことにしちゃうんですよね、でそんな中で、まあ、兵は、えー、その94条に第三者で保護されると、ただ、その兵が投機をそのね具備する前に甲が帝の方に、まあ、同じ不動産を売っちゃったとき、ね、この場合、の兵と帝はあの対抗関係に立つというふうに言われているんですねで、それをちょっと見ていきましょう。 上の参考というところですけども、ま戦意といるところからいきましょう。皇、えー、がおつに不動産を仮想上としておつに東京移転し、えー、兵がね、えー、この不動産を善意で譲り受けた場合、兵は94条2項の第三者として保護されるためね、ね、え、皇、ー、は皇后間の上との向こうを兵に対抗できません。ままあ、まずこここででは普通のねあのねね今まであの学んだことの、ねえー から処理ただ、もっとも兵が投機を組備する前に、公からその不動産を譲り受けた兵が登場した場合、兵はねその土地の所有権を登記なしに、手に対抗できないということになってきますね。まあ、こういう判例があるんですね。えー、なんで、この判例をまあ踏まえるとね、ね94条2項の第三者、兵と元の所有者公からのこの譲り受け兵手、ね、これは公を起点とする20、まあ、条と類似の関係にあり、ね、177条の対抗関係に立つことがわかるというふうに思いますねで。ちなみにあの オツはね一切利害関係入りませんから、ここはあの競技表示で無効なんで、ある意味ね、高からあのヘにこのこの図で言うと高からヘの方に直接まあ物件が行くね移転する物件変動と、あと同じくその高からねテの方にこう、えー、物件が移転するこの二つの物件変動ね、えー、があるため、それでヘとテが対抗関係に立つというふうにあの考えておくといいかと思いますね。オツはあの一切あのこれ高オツ間のあの一緒じゃ無効なんでね、もうどんなことがあってもあのオツはねこの権利を取得することはありませんのでね、えー、まあ。 公からある意味、兵に直接権利が移転するという内容の物件変動と、この甲から、ね、一方で、甲から丁の方にまに、あ、この所有権が移転するという物件変動、この2つの物件変動があるために、この兵と丁が、ね、対抗関係に立つんだというふうに理解を、ね、しておいてもらえればと思いますね。 あとは35ページのところですけども、まあ、94条2項の類推適用の話をねちょっと途中までやってね、ねこのサンプルテキストではちょっとこの途中のところで終わりにしてますけどね、ね、まあ、そこまでやって、ちょっと終わりにしていきましょう。でまずね、ねあの意義のところですね、真の権利者の関与により、作出された虚偽の外観を信頼してね利害関係に入った第三者がいても、ですね真の権利者が相手方と通報して虚偽の非生児をしない事例では、ですね、まあ、こういう事例のとき、ね、類推が問題になるんだというのはまず押さえてほしいんですよね。通貌 虚偽表示がない、まあ、簡単に言うと本人が何か関与して虚偽の外観はできてねでしかも何かそれに信頼して利害関係に入っている第三者がまあいるんだけどでも通報虚偽表示がないんですね通報して虚偽の意思表示をしてない、まあ、そういう事例の時に累積、えー、適用っていうのが問題になってきますね。 というわけで2行目のところです、ね、真の権利者が相手方と通報して虚偽の表示をしていない事例では、ね、94条2項を、まあ、通報虚偽表示の,あの要件を満たさないんでね通報して虚偽の表示をしてないんでねその要件を満たさないから94条2項を直接適用して第三者を応募することはできないということになりますよね。も,っとも、まあ、94条2項 方はですね進路権利者の奇跡性があるね行為により作出された外観を信頼した第三者を保護するまあ趣旨だということでね、まあ、そういった趣旨に鑑みますと通報協議表示がなくてもですね進路権利者が自ら積極的に外観作出に関与した場合あるいはね他人が外観を作出した時でもですね外観の存在を知りながら明示または目次に承認して外観をあえて放置したような場合は結局はもう自分でね え通報競技表示して外観作ったのともう同じ程度に奇跡性が認められるんだと、あの外観法理の趣旨がね94条二項の外観法理の趣旨が、まあ、こういうときにも妥当するんだということで、まあ、こういうときにあの94条二項ね類推適用してね競技,表示競技の必要示がないから、直接的にはできないんだけど、でもその趣旨が妥当するということでね、ねこの94条二項を類推適用して外観を信頼した第三者を保護することができるというふうに考えられてますね。で今ちょっと 出てきたのがこの5行目の終わりから6行目にかけてまあ自ら積極的に外観作出に関与。 えーまあ、これはあの自分で外観作出に関与しちゃった自分で外観作っちゃったようなまあ事例ですね、まあ、通報して、ね、虚偽の所持はしてないから自分でその虚偽の外観を作っちゃったような事例、えー、そして、えー、このもう一つの方が、ね、外観の存在を知りながらまあ明治黙示目次に承認してあえてこの放置外観放置これは自分で外観直接作ってはないんだけど、まあ、他人が作った外観に対してこう、ねまあ、明治黙示目次の承諾を与えてしまったがゆ、ね、えに、ーまあ、結局はまあ自分で外観作ったのと同じように評価されてしまうような、まあ、そういうような場面ですね。 まあこういうのはあの外形。 他人作出型のの事例ななんんてて別にこの言葉を覚えなくてもいいんですけどまあ外形を他人が作っちゃったっていうまあ事例だってことでね外形他人作出型でちなみに最初のね自ら積極的に外あのこの関与したっていうのはまあ自分で外形作っちゃったってことなんでえ外形事項作出型の事例ねただしあのいずれの事案でもまあですよねでもそれはしてないんだけど実績がそれをやったのと同じような状態になっちゃった時ねまあそういう時はあのこの94条2項の趣旨が妥当するってことでそれを累積適用してねえその第三者を保護するという,うに考えて 考えていきます でちなみにこの下、司法試験の28年のね、出題の誌の抜粋なんですけれども、まああの、事案の中身は踏み込まないであのいいですあの、そういうのはねあの、矢島の論文完成講座のほうとかで、まあ、やりますのでね、ここはちょっと論点だけあの理解を、ね、しておいてもらえればと思うんですけど、えー、この3行目のところ、民法94条2項、類推適用ってあの言葉が書いてありますよね、この F というのは第三者なんですけど、まあ、第三者の保護の理論構成としてね、まあ、94条2項の類推の可否がちょっと問題になりました。でそこここでちょっととヒントになるのは、えー、こののののは行目の太字のところ虚偽の外観を 作出しあるいはあえて虚偽の外観を放置ってことなんでまあ こんな感じでね自分でまあ、通報虚偽表示はないんだけどね通報して虚偽表示してはいないんだけど、まあ、自ら外観作成に関与してしまったあるいはその放置してしまったとっいうようなところに当たるかどうかっていうのをね検討させるような問題が出てきましたね、まあ、上のところよく理解してあのいればねまあ事案は結構ね応用的な事例なんでね大変な事例だったんだけどまあ、上のところよく理解してればね、まあ、うまく自分なりにあのこうね事実関係を分析してうまく理論構成できて、えー、ですねちゃんと合格等は確保とは書くことができるんでまあ心配しないでほしいなと。まあ しっかり固めておくっていうのが、ね、その応用的な問題に対応するには大事なことですので、ねまあ、あまりこう難しい問題が出るからといって,って、まあ、心配しないで大丈夫ですね。基本から固めていけばどんな問題にも必ず、ね、対応できるようになってきますので安心していってください。で、その今の、ね、基本をちょっと確認もうちょっとこう掘り下げていきますとねまず36ページのところですね。 ちょっと論証例をつけておきました。まあ、これオリジナル論証例ですごくね。あの簡単な論証の仕方なんですけど、まあ真の権利者の関与により作成された虚偽の外観が存在しね外観を信頼して取引関係に入った第三者がいてもまあ、真の権利者がね。相手方との間でまあ、通謀虚偽表示ね。通謀虚偽表示をしていなければ、先ほど言った通りね。94条にこう直接適用して第三者の方を測ることできないですよね。え。そこで外観を信頼した。第三者の取引の安全を測るため、妥当な理論構成をねえ、考察する必要があるとでえ。ここでね 94条の以項の趣旨からいきます。 え94条2項の趣旨は本人の奇跡性ある行為により作出された虚偽のね外観を信頼した第三者の取引の安全を図るところにあるんだとまあこういった趣旨からですねえ通報による虚偽表示がなくても一虚偽の外観が存在しえ ② え外観の作出につき真の権利者に奇跡性があってねで3えその外観を信頼して取引関係に入った第三者がいる時はねまあ94条2項を類推適用して第三者を保護すべきだとまあこんな感じで例えば論争することが可能ですね。このね要件今3つ ① 外観 ② 奇跡性で ③ 信頼なんですけど けどこのね奇跡性と信頼に関してはちょっと解釈論があのもうちょっと必要になってきます、えー、事案をねあの深く分析するためにはねちょっと解釈論が必要になりますでこれがこの次のブロックですねまずあの新の権利者の奇跡性 の話なんですけどその内容ですね、その奇跡性の意義なんですけど、えー、真の権利者が自ら積極的に外観作出に関与した場合いやね、えーまあ外、外形自己作出型ね、自分で外形作っちゃったような事例、えー、あるいはね、えー、他人が外観を、ね作,成えー、作成した時でも、えー、外観の存在を知りながら明示または目次に承認して外観をあえて放置した場合、これはあの外形を他人が作っちゃったまあ事例ですけどね、えー、外形他人作出型の事例は、救助の序二項推、ね、適用できるだけの真の権利者の奇跡性。 が肯定されます、ね、積極的に、まあ、通報して虚偽の意思表示したわけではないんだけど自ら積極的に外形作っちゃったあるいは自ら作ってはないんだけどその他人が作ったねその外形に関して明治目次の承認を与えてですね、えー、そのあえて放置したということで結局はもう自ら虚偽表示したのとも同じようなね、えー、その利益状況になっちゃうような時です、ね、こういう時にその94条2項の、えー、類推を、ね、肯定できるだけのですね本人の奇跡性が肯定、えー、されるんだと本人の奇跡性が認められるんだということになってきますね。 なお書きのとこですけどね外形他人作出型の事例で、まあ、外観をあえて放置したものとしてね、えー、94条2項の類似適用上、真の権利者の規制性が肯定されるにはですね、えー、まあ単にこの放置したってだけではだめで、ね、やっぱこの明治目次の承認などその、えー、虚偽の外観、ねえー、に積極的にね虚偽の外形外観を積極的に承認したと言える程度の関与が必要だとまあ価値判断の問題なんでねこれぐらいの関与がないとやっっぱちょっとこう94条2項のね本来適用されるあの状況を 考えるとね、えー、この類推はできないんだよってそういう発想なんですよね。というわけでね、えー、まあ一 1>, 1行目のところ戻りますけどね、自ら積極的に外観作出に関与ね、通報虚偽表示を明確にやってなくても、まずからねこの外観作出に積極的に関与しちゃった場合、あるいはね、その自ら作ったってわけじゃなくても、ですね他人が作っちゃったような時でも、その外観を知りながらね、存在知りながら、その明示目次にまあ承認して、あえて放置してしまったような時ね、こういう時にこの9 4条以降の類推を正当化するだけのね本人の貴積性がまあ肯定されるということになってきます。 で今度3つ目のブロックですけれども、その外観に対する第三者の信頼ですね、で第三者の保護要件としては、その外観作出に本人の軌跡性があることとのね、まあ、利益考慮上、第三者の保護要件を過重すべきではないと、ここ、利益考慮の問題なんですよね。外観を作った真の権利者それは悪いと でそんな時にねその、えー、条文上第三者の保護要件としては善意で足りるってことになってるのにわざわざ無過失まで要求して、ね、第三者に無過失まで要求して無の,、えー、その第三者の方の、ね、負担を重くする必要はないだろうってことになってくんですよね。 といいうわけでで第三者の法要件を過重すべきではないため通、まあ、通常は条文のりり善意で、えー、足りますただし、えー、外観作出につき、ね、本人の軌跡性が小さいじゃん、まあ、本人がこう、ね、自ら作,作ろうとした外観よりも実際にこう後からこう、ね、あの外部的な力が、まあ、他人の力や外部的な力が加わって外観が大きくなってしまったような時は、まあ、相対的にちょっと本人の軌跡性が小さくなってくるんでね、えーまあ、第三者の法要件をその分こう過重する方が公平だろうということで、えー、そういう時にあの第三者の法要件として善意だけではなくて無価でまであの要求される時が いますね、まあ、こういうのは、の医師外形非対応型の事例という,うに言われるんですけどね本人の意思と外形がこう合ってないようなとき、ね、まあ、そういうときに第三者の法要件を利益行労上加重して、善意だけじゃなくて、無価値までまあ要求するんですけど、まあ、そういったような事案がありますね。ででまあ、今日のののサンプル講義であのその、えー 非対応型のところまでやらずにね、ねまずあの普通に本当に基本中の基本の、えー、その94条2項がまず類推される、ね、要はあの第三者の応用権としてあ、まあ、善意で、ね、足りる典型的な、ねえー、事例をちょっと深く理解しておきましょう、まあ、こういうところを深く理解しておかないとやっぱ応用ができなくなっちゃうの、ね、あの応用的な論点だけしてでも結局、あの論文試験の、ね、問題って結構いろいろ複雑な、ね、あのことがこう応用力を試すためにいろんな事情がこうね入り乱れてきますから、まあ、そういうのを的確に分析して、的確なまあ理論構成をするには、ね、やっぱり基本がすごく大事ですのでね。まずあの全 善意で足りるところがあの、ねえー、どういう事案でどういう理由で善意,が足り、えー、善意で足りるのかというところを、ね、しっかりと基本として押さえていってほしいんですね。そこでまあ37ページのケース1位のところですけども、えー、まずね、外観事故作出型の事例ね、ね自分で外観作っちゃった、えー、そのね、えー、通報して虚偽の一緒じゃしてないんだけど、でも結局自らこら外観作っちゃった、積極的に作っちゃったとっいう事例をご紹介します。えーまあ、判判例例なんでですすけど判例はですね 未登記の建物の所有者公がですね建物登記されていません未登記の建物ですえー、未登記の建物の所有者公が、えー、オツにねその所有権を移転する意思がないのにオツの承諾を得てねその建物についてオツ名義の所有権保存登記をまあ経由したと未登記の建物を突然まあオツ名義のたあ登記にしちゃったわけなんですよねまあ、そういう事案で、えー、このような時はね 他人と通報して公から乙に所有権を移転したかのような虚偽仮想の行為、まあ、これちょっと判例の、この当時のね昭和45年の判例のフレーズなんですけど、虚偽仮想の行為ですね、まあ、例としては、高室間の売買とかね贈与をして、これに基づいてね虚偽仮想の所有権移転登記を経営した場合と何ら異ならないから、で要はね、上に線引いてあるような、まあ、事実関係があれば、普通に虚偽の、通報して虚偽の一生児をしたのと同じだろう、そういうあの発想なんですよ。 でですので、えー、まあ明確にあの通報協議表じゃないんだけどね、まあ、94条に累積推適用して、こうはね、おつが建物の所有権を取得しなかったことをもってね、おから建物を譲り受けた善意の第三者にです、ね、対抗することができないんだというのが判例ですね。 でこれねちょっと補足するとここはちょっとね基本を固めるためにここは気をつけてほしいんですけど補足すると本件は「オツ」の承諾があるため「ねこうはオツ」と通報虚偽表示をね通報して虚偽の一表示をまあしたんじゃないかということでまあ94条にこ,うこれ直接適用される事案,じゃ事案なんじゃないですかっていうにあの勘違いをねする人があのいる恐れがあるそういうい事案なんですよねでそこでもうちょっとこうね理論を詰めていきますけど補足するとの3行目ですね。 えー、94条2項を直接適用は、ねえー、するためにはですねやっぱ通報して虚偽の一生児でここでいう虚偽の一生児っていうのは基本に戻って考えると。 孔から乙への売買の一生児とか孔から乙への贈与の一生児みたいな感じでまあ所有権の移転を結局孔から乙の方にねさせるようなことを内容とする一生児が想定されるんですよねここでいう虚偽の一生児っていうのはねえですのでえもう一回ねこの3行目補足するとっていう段落の3行目え94条2項を直接適用するには孔から乙に所有権移転をねする旨の虚偽の一生児え例えば例孔が建物をオツに売る旨の売買の一生児や孔が乙に建物を贈与する旨の贈与の一生児 などが、ねまあ、必要。 になりますまあ、そのためには例えば例えばですよほんの一例ですけど、えー、未登記の建物の所有権保存登記を一度公名義でまあ、行ってからね公からオツに虚偽の売買や贈与などの虚偽の一生児をする必要があったと、えー、本件の事実関係から公がこうした一生児をしたとは言えないためね、えー、本件は94条2項が直接適用されないんだってことですねというわけでここをちょっと区別してほしいのね判例はこういう事案のあの直接適用じゃなくて類似適用してるんでまあ、論文試験でもこういう事例が出た時にね直接適用しちゃうとあのちょっとこうおかしいことになっちゃうと少なくとも判例と違うことをやっちゃう やってるから、それなりの理由がね、あの答案に示されてないと点数もらえなくなっちゃうんですよね、まあ、ここは基本判例でね、あのやった方が楽だと思うんですけどね、まあ、その直接的を類推的の事案を見抜けるようにするっていうのが、まず試験対策としては大事なことになってきますね。 でなおっていう段落のとこですけどもなおね本件のように未登記の建物ではなくもともと登記が公の名義となっている建物についてね公がオツの承諾を得て所有権移転の意思がないのにね売買を仮装して売買を原因とする所有権移転登記をおにグビさせたとしたらこれ普通にね公からオツに売りますっていう通報してね公からオツに売りますっていうあの虚偽の一生涯をしたのと同じことになるからこういう事案だったらね94条2項が直接適用されうる事案になったんですよね。でも今回未登記の建物を突然 オツのところに投棄させちゃったからこうからオツの方に所有権が移転するっていうそういう虚偽の一種児がなかったんでね本来94条に1個があの予定してるような内容の一種児がなかったんでね、まあ、そういうわけであの類推適用でもその権利外観法律の趣旨が妥当するからね直接的はできないんだけど類推適用って形で、えー、それで第三者の保護を図ってるんだということになってきますね。 というわけでここすごく基本になりますのでねまあ、こういった事例が直接適用だっていう,うに思っちゃうとまだ基本ができてない証拠になりますのでまあ、十分ね、えー、その事案の違いね類推されるときと直接適用できるときの事案をしっかりと理解をしておいてくださいそして今度、えー、ケース2の方を見てください最後のブロックのところですけどもこちらは外観をね他人が作っちゃったね、えー、事例です外観他人作出型の事例ですねで中身ですけど判例は、まあ、不動産の所有者こうはまあ、事故が知らない間にね、えー、まあ要はオツが勝手にやっちゃったんですけど、えー、公からオツに対する不実の 所有権移転登記の経由をね、えー、されたと、えー、でそれを知りながらですねまあ、登記を戻すにもまあ、登記費用がかかっちゃうんだね不動産の価格の何パーセントとかいろいろかかっちゃう たりとかするんで登記費用のまあ都合とかね、抹消登記とかあんまり費用かかんないんですけど、まあ、いずれにしろなんかその手続きはめんどくさいと、まあ、費用や、ね、手続きはめんどくさいということで、登記費用の都合ですとか、あとね、後にこのオツと結婚して同居するようになったこともあって、一家ということでほっといたんですよね、その後と、投の抹消手続きを4年余りにわたって見送りまして、でその間にね、公において他かから金融を受けた債務でですね、その債務を担保するために、オツ所有名義のままね、そのまま不動産に対するね程度 記、えー、を、ねえー、経由された、まあ、そんなあいろんな事情があ,あ,ありました、まあ、いずれにしろずっとこう放置を、ね、し続けて、えー、いましたそういうところにこう判例着目して公、えー、からねオツに対する所有権移転登記は、まあ、実態関係に符合しない不実の登記であるとはいええー、所有者たる公の承認のもとにまあ存続していたものということができるんだってことね、まあ、この抵当権自体は直接この事案の,、ね、あの第三者とは関係ないんですけどでもまあ結局このオツ名義 になっている土地にそのねオツの債権担保するために抵当権が付けられてるんだってことが記録上残ってると、まあ、今回この土地を譲り受けた人から見たらね、あやっぱりこの土地ってオツのものなんだなっていう,ふうにあの外観ができちゃってるから思いますよね。まあ、そういうようなところからですね、えー、富士通の登記であるとい結局これ公が承認していたんだということでね。えー、それで、えー、さっき言った通りあのこの他人が外観作っちゃった時って単に放置していただけではあの帰属性確定されないっていうように言いましたよね。あの。 ちょっと戻っていくと35ページの1個目のブロックのところの5行目の終わりから6行目にかけてですけどこのね、通報競技表示がなくてもね一応この5行目のところから最初からいきましょうか5行目、通報競技表示がなくてもね35ページのところですよ1個目のブロック。 坪木、えー、教行じゃなくても、真の権利者が自ら積極的に外観作出に関与した場合や、で今回、こちらでですね、他人が外観を作出してるわけね、オツがまあ勝手に作っちゃったんだけど、えー、したときでも、外観の存在を知りながら、明治、または目次に承認してあえて放置ということで、この承認の要素がいるんですよね。えー、で、今回はもうそれに当たるんだと、これぐらいの事情があるとね、えー、このもう承認の要素、他人が外観がね、えー その外観というのは他人が作ったものとはいえもう本人自らこれ積極的にもう承認しちゃってるんだろうぐらいな感じでね、えー、そこで奇跡性が肯定されてくるということになりますね。ねまたあの37ページに戻ってください というわけで37ページの上から6行目ぐらいのところですかね、えーまあ、途中のところですけど6行目の途中のところですけど、まあ、実体関係に符合しない不実の登記であるとはいえ所有者たる公の承認のもとにまあ存続していたものということができるんだというのは、ね、そのさっき学んだようなあの発想を生かしてあのこう、ね、考えるとあの理解が、ね、ここのところの理解ができると思いますね。 でその後と90年以降、類推適用し、コア不動産の所有権がオツに移転しないことをもってね、ねその後、これをオツから買い受けた善意の第三者、兵に対抗することができないんだというふうに、ね、してますね。というわけで まあ、外観九十四条二項の累推の場面でね。まあ、第三者の保護要件として、まあ、善意だけで足りるっていう、まあ、事案ね。まあ、自分で外観作っちゃった時と、まあ、他人が作っちゃったんだけど、そこに、あえ、承認してしまってね。その、承認して放置しちゃってしまったというような時ですね。まあ、こういう時に、その累推がされるんだということを抑えていてください。で、今日のサンプル講義は、まあ、ここまでなんですけどね。まあ、この後、その意思、外形、非対応型みたいな感じで。まあ、利益考量上ね、本人保護と、真の権利者の保護と。第三者の取引の安全の保護で、利益考量上ね。その、おお、善意無過失までね。 応用権とししてて要求されるようううなねえそういいう話を回していきますけどねあえずこここのところままでに回していきますね、まあ、そんな感じでですねまあいずれにしろ、まあ、いろんなねこの勉強の手段っていうのも、まあ、ありますけれども、まあ、とにかくねえ基本っていうのがすごく大事になります。論文試験の問題っていうのはね司法試験でも予備試験の問題でも、まあ、そこそこの応用力を試すような問題が出てきますけどまあそういう時にねえ基本をちゃんと固めて自分の頭でね一からこう考えられるようにしておけばね、えーまあ、相対的にですねそう,そういうことをちゃんと普段からやってる人があのできないような問題っていうのは 他の人もできないからね。えー、ですので。うんえー 完璧なな答案を作らなくても十分合格することがで,きますでも、まあ、やっぱり合格するためには基本知識っていうのが必要なので、まあ、そういう意味でね、この矢島の促進部と講座ではそういうね、応用力、最終的に真の応用力が身につけられるようなそういう基本知識の、ね、習得を目指してまあやってますので、まあ、こちらの方ね、もし、あの受講の方を考えてるようでしたら、あの、パンフレットとかね、あとウェブページの方でも、あの、講座の概要を、もうちょっと詳しい内容をですね、あの概要を見ることができますので、まあ、そちらの方を参照していただければと思います。まあ、勉強の手段っていろいろありますけどね、まあ、ぜひ、あの、皆さんの方で自分のベストな、そのね、方法をまあ選択して、 まあうまくねあの早いうちに合格を、ね、していただければと思いますじゃあ今後もね受験勉強の方を頑張っていってくださいじゃあ今回の模擬講義の方はこれで終わりにします